はい、こんにちは、ニコです。はい、今回はちょっと旅行く前にですね、キャラバンの中の配線をちょっと整理します。というのはですね、こちらにあるマックスくんですね。見ての通り、めちゃくちゃでかくてめちゃくちゃ重い。移動するのが大変なんですね。こいつはですね、まぁ、ちょっと今まだカラーボックスを置いてありますけども、この位置にこのマックスくんを置こうと思ってるんですよ。で、今までソーラー充電するときに電源を車の後ろの方に持ってってソーラー充電してたんですね。こいつを気軽に移動できないので、ソーラー充電の線を前の方まで引っ張ります。今ちょっとね、線だけこうね、持ってきてます。後ろの配線を隠す作業、今からしたいと思いますので、ちょっとやってみましょう。今ですね、キャラバンの天井にソーラーパネルを貼ってあります。そこから出ている線がこれです。延長コードはもうこれです。これはもう前の方までとりあえず這わせました。これをつなげればもう大丈夫なんですけども、ただ今までこの線をこの辺にこう当ててそのままバックドアを閉めてたんですね。線が潰れるとかそういうことはないんですけども、ちょっとね、雨漏りすることがあるんですね。ですのでそれをちょっと今日は直したいと思います。直す方法はこちらですね。ゴムのホースがありますので、この辺にちょっと切り込みを入れてですね、ここに配線を通します。こいつは、はい、中を見ていただいて、これですね、今ここに穴開いてますけども、ここから出てきます。ここから出てきて車の中に入るということですね。じゃあやってみます。多分これぐらい開いたら大丈夫じゃないのかな。いやーいやーうるせーいやーお母さんお母さん助けて。よいしょ、通った。はい、このような感じで、ゴムのホースの中に配線を通しました。はい、そんな感じで延長コードを使ってですね、ソーラーパネルの電源を車の前の方まで引っ張るという作業をしました。はい、じゃあこれから車中泊に行ってきます。急によろしくお願いします。続く飼育お願いします。はい、じゃあイオンに着きました。はい、はい、じゃあ今日の買い出し行ってきます。はい、はい、買ってきました、はい、結構買ってきました。お水と飲み物と、まあ、今日の晩ご飯ですね、はい、よいしょ。じゃあ買ってきたものは冷蔵庫入れときます。お願いします。はい、じゃあ出発します。今回はですね、京都に行こうと思います。ですので京都の手前の大津サービスエリアで今日は車中泊しようと思います。ここから2時間ぐらい、2時間以上かかりますね。はい、よく行きましょう。はい、安全運転でお願いします。はい、じゃあ行ってきます。はい、大津サービスエリア入ります。さあ、名神のねサービスエリアなんでどうなってるか。大型車はもう1台も入る隙間がないでしょう、きっと。小型エリアは300人いや、いるね、びっしりいるね。この止まり方よ。透明名神はもう必ずこうだと思えばいいんだね。勉強になりますね。はい、OK です。到着です、はい、お疲れ様でした。準備しましょう。はい、ではまず目隠しをお願いいたします。またダメなの。ダメなんだ、ないなんて。なんかもうこれよれてるからもうダメだって。はい、いいいいですか。いいよ。ここは大津サービスエリアでございます。ここは名神高速道路といってですね、名神の名は名古屋、神は阪神。阪神、まあ神戸。阪神って何。阪神は大阪神戸。じゃあ神戸の神戸まあまあ、要するに大阪あたりと名古屋あたりを結ぶというね、東名から名神というのがおそらく非常に重要な道路、交通量が多い道路でございます。ということで特に夜なんかね、大型車9割、普通車1割みたいな感じで走ってて、サービスエリアがとんでもないことになっております。まあ、東名名神以外はね、割とね静かなことが多いですけども、まあこんなもんですね。飯の準備をしましょう。本日の晩御飯を発表いたします、はい、ホーリーバジューとカフィレーン。ちょっと呼んで、これなんなのこれ呼んでみ。ホーリーバジルとカフィルライムの爽やかな香りが広がるバジル炒め、要するにガパオライスです。次、私はですね、うま塩天津飯、簡単に読めた両方半額でございます。牛だし白湯スープ、それからもう一つ半額の唐揚げもございます。ということでまずはこれらをね温めます。電子レンジの電源を入れましたので、とりあえず1分40秒でいきましょうか。はい、ではいろいろ温めてる間にですね、本日の飲み物を発表いたします。アサヒドライゼロ500、サントリーヨーグルフリー、どうぞ。ありがとうございます。よいしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ドライゼロでももう本当にスーパードライと同じパッケージングなんだね。ノンアルかどうか分かんない。うん、味も分からないのかな。美味しいよこれ、とても美味しいです。スーパードライがどんな味だったのかはバーリアルしか飲んでないから分かんないですねはい、揃いました。ではいただきます。いただきます。うまいんだけど、なんか白と黄色しかない。これ他の色が全くないからちょっと寂しいね。これ具が入ってない感じ。
すごいこれ癖のある味がする。ちなみにこの車のすぐ向こう側にですね、大型車がこっちにケツを向けて止まってます。それが良い悪いは別にして、迷信透明はそういうものです。ニゴさんの荷物も1日3回ぐらい届くからな。今日は何届いたんですか？延長ケーブルと GoPro の保護フィルム。佐川急便さんが来て、大和さんが来て、さらに郵便局も来ることが結構あるからね。昨日はボークスからナイトオブゴールドが届きました。あれガンダムじゃないの？ガンダムではないですよ。そうね、ガンダムじゃないです。ファイブスターストーリーは知ってるよね。え？知らない。男性視聴者の方はとりあえず知ってる。てかもう絶対さ、あんなこまごましたやつさっさと作らんでしょうみたいなさ。作るだけがプラモデルじゃないんですよじゃあ一個質問するけどさ、はい、あれいくらやったの？大きさ見た？見た。大体このテーブルと一緒ぐらいかな。厚みもこんなんやったよ。厚みは15センチぐらいあったかもしれないあれ、うん、うんです。違うて、はい、ではここで本日からキャラバンの中のちょっと変わった点をお伝えしようかと思います。まずシートベルトがなくなりました。この車3人乗りでもう後ろの座席はないんですけども、シートベルトだけは残ってたんですね。そのシートベルトを今日車屋さんに頼んで取ってもらいました。4400円ですね。1回で、ね、自分で外そうと思ったんですけども、もう怪我しそうな勢いで固くついたんでちょっと諦めました。まあ、こっちとあと反対側ですね、2箇所外してもらって4400円でした。はい、それからこの辺の配置がちょっと変わっております。以前はここにカラーボックスを置いてたんですよね。カラーボックスを置いてジャクリーを置いて他の荷物を置いてたりしたんですけども、このマックスがちょっと大きいものですから、このカラーボックスは外しました。荷物はこことかね、あとは天井収納とかにちょっと散らしたという段階ですね。配置はまだ考え中です。まだちょっとこれは決定ではないですね。あとそれからこのマックス君のね、配線がちょっと下にごちゃごちゃするんで靴箱をねちょっと浮かせました。これ100均で500円で買ってきたんですけども、500円に見合わないほどしょぼいグラグラするんだよこれ、ね、もうちょっとしっかりしたもんかと思ったけど、これはちょっとね多分没案になりそうな気はします。まああとですね、どうもこの辺の空間がもったいないなっていうのはあるんで、ハイゼットにミラー型ドラレコをつけたんですけども、あれがねちょっと羨ましくてですね。いいよあれ羨ましいからキャラバンにもあのミラー型ドラレコ欲しいなと思って、ミラー型ドラレコにしてしまえばこの空間を潰してしまってもいいわけですよ。今後方確認のためにここを開けなきゃいけないっていうのもあるんですけども、ちょっとここがもったいないと感じるようになってきました。では今もう12時過ぎてます。0時47分深夜の大津サービスエリアに行こう。あーなんか明るいね、いいね。大津楽市っていうんだって。大津楽市で伊勢街道と東海道よくわかんないこうやってちゃんとこういう食べ物があるの。だいたいお弁当チックなものってこんな深夜はなかったりするんだけどさ、これなんだろう。それ米1パック2合です。水は2合に合わせます。1食800円ってことでしょ。2合だからまあ2人で食えるにしてもめちゃくちゃ高いんだけど、高いね。すごいうまいのができるから一回試してみたいけどね。これ上行けるんかね。展望台でなんか夜景が見えたりするんですか。上も行けるよ。上はこっちから行こうか。ここはね瀬戸内一周の一番最初の立ち寄りスポットがここだった。で2階がフードコートです。私が食べたカツ丼屋さんはなくなってる。マジで？マジで厳しい世界だな。あ、ここドライバーズスポットだよ。ドライバーズコーナーか。シャワーがある。わー寒い。あー大したことなかった。そうちょっとね琵琶湖は見れないんだよ遠すぎて。上りからは見えるかもしれないけどね。もう一個上に上がれるんかな。屋上展望デッキ。残念22時までした。あ本当だ。ブラックをなんとこの自販機ほら生中継してくれるんだよ。おー出てきた出てきた。おーほら蓋が出てきた。蓋が。おーこれ今やってんの。今やってる。今生中継してるの。そう。ほうほう。出てきた。そして蓋が閉まってる。どうすか。すごいということで夜の大津サービスエリアでした。布団引き大会を始めたいと思います、はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ミキちゃんここにしなさい。ここいいかわいいでしょうね。ミキウロキ。なんでこんなミキちゃんの毛布いっぱい出てくるの。ミキちゃん過保護犬だもんな。いいんだよな。過保護ぐらいでちょうどいい。見えます？片方だけかかと見えてるの枕が2つございます。悪い枕といい枕がございます。これまず悪い枕ね。はい、リアモンエリア。これこっちが俺よし。違う、これはあなたの頭の油がついてるの。頭に油ついてませんけどですね。毛布は体の油がついてる方を内側にするんでしょ。そうだね。いいの？体の油がいっぱいついてるけど。体から油は出ても服につくから大丈夫。頭の油は髪の毛についてるから大丈夫なんじゃないですかね。うそ。ということで本日の布団引き大会でございました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
本日のまとめをお願いいたします。メーシーのサービスエリアはやっぱり混む。これは覚えておいた方がいいですね。車中泊するのにサービスエリア、パーキングエリアは非常に、まあ、安全性も高くてトイレも綺麗で便利なんですけども、メーシー東名のサービスエリアは夜必ず大型車で溢れてます。まあそういうもんだと思ってください。はい、では明日の意気込みをお願いいたします。もう明日は京都なんですよ。なかなか京都に来れない。 なんでだろうね。京都は今まで平安神宮1回いただけかな、覚えてます。登録者264人の時に行きました。そこで登録者1000人行きましょうという願いをお願いをしてですね、無事達成することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、京都に行こう。おお、はい、では今日もいつものルーティンを始めます。寝る前は必ずこうミキちゃんのペットシーツを用意します。ミキちゃんは、ね、夜中におしっこすることは少ないんですけども、まあ万が一ねおしっこ我慢させるのはかわいそうなんでね、催したらできるように。ミキちゃんはいい子なのでペットシーツを外しません。外したことはありません。いい子なのでお水を用意しておきます。お水この辺に置いておきます。ミキちゃんは夜中に多分お水飲みます。いい子なので。ミキちゃんの準備はこれだけですね。それから照明類を充電します。ジャクリーは私たちが買った、まあ、初めてのポータブル電源でですね、便利に使ってはいるんですけども、このね USB ケーブルの差し口が2個しかないんですよね。これがちょっと不便ですね。まあといっても普通のコンセントの差し込み口が3つあるんで、ここにタコ足でも差しとけばそういう問題は解決できるとは思います。それからはい、マイクですね。リエモンが使っていたマイクです。マイクは YouTuber にとって必須のものだと思います。 Type-C で充電できるんですけども、 Type-C を3つ用意しております。はい、あとこう便利なランタンですね。ランタンも充電します。何度も申し上げておりますが、ランタンは非常に便利ですね。これね、明るいし、このフックで結構いろんなところに好きなところにかけられるんで、これがね非常に使い勝手がいいです。はい、では本日はこれで寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻6時19分でございます。やつはまだ寝ております。ミキちゃん、ミキちゃんおちっこ行こうか。まずはミキちゃんの朝のおちっこから始まります。では行ってきます。はい、ミキちゃんはちゃんといい子なのでおちっこしました。はい、ではいつもお家で使ってるご飯茶碗で、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 カメラにおちり向けて可愛いでちゅうね。いいでしょ。はい、およ、はい、こう。ミキちゃんの器はアルコールで拭いときます。アルコールを入れてティッシュで拭いときます。ピカピカ。昨日の夜充電しなかったものですね、朝付け替えておきます。これをしないと夜真っ暗の中で生活しなければいけません。おはようございます。私起きました。ニゴさんが寝ている間にお化粧しちゃいたいと思います。まだグースか寝てます。工事現場の音がうるさくて私は起きてますけども。おはようございます。おはようございます。工事も終了しております。すっきりパッチリ。まずは布団片付けます。よろしくお願いします。お願いします。これは油じゃない。これは油。マジやめて。朝飯を発表いたします。朝食みかんヨーグルト、果実ザクザクヨーグルト、トカチ飲むヨーグルト、特濃ミルク、以上でございます。これでもかっていうぐらい乳製品ばっかり。では今日はね、胃もたれしないようにこういうヨーグルトで朝飯を済ましたいと思います。ではいただきます。果実ザクザクでございます。おお、果実ザクザクだ。朝食ヨーグルトシリーズはね、みかんとかリンゴとか季節によっていろいろあるけど、みかんが一番好き。ヨーグルト博士としては出かける前のチッコ行ってきます。じゃあ私は蓋をしておきます。ただいみき、いやーかわいそう。はい、みきちゃんおやつもらうんでちゅか。はい、どうぞ。おはい、大津サービスエリアさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここのスマートインターでおります。今回も一区間だけ高速道路に乗ってサービスエリアを利用させていただきました。サービスエリア、まあこの駐車できるできないという問題はあるけども、基本的には素晴らしいですね。素晴らしいね。さあ深夜料金も込みでいくらでしょうか。はい、220円です。中型の深夜割引ですね。ということで今から向かうのはですね、岡崎公園駐車場、平安神宮の目の前にある地下駐車場ですね。そこから南禅寺へ向かいたいと思います。岡崎公園駐車場というのが、あれは公園なのかな。まあちょっと安めなんですね。まあ地下駐車場ということで、まあ雨が降りそうというのも理由の一つですね。はい、では12キロ27分に着きます。安全運転で行きましょう。お願いします。ここが岡崎公園駐車場でございます。高さ制限 2.3 メートル。私ギリギリです。おお、いけるこれ。私2センチしか間がありません。うわ、怖っ。この車228センチなんで、高さ制限の2センチ下ですね。まあおそらくこの228センチまでの車はいいですよという意味だとは思う。
OK でごわす。お疲れ様でした。はい、では駐車場から出発いたしますが、もう早速どこに行っていいか分かんないです。もう地下に入るとさ、分からなくなる。東に行きたいんだけど、もう北も南も東も西も全く分かりませんわ。はい、最初の映えスポットに来ました。ここはね、蹴り上げインクラインっていうところで、結構もう若者に人気の映えスポットなんです。これね、桜の木だからね、桜の季節になったらもうここうじゃうじゃ人がいる、うん、もうこううじゃうじゃなんだよね、うん、そうそう、うじゃうじゃなんだけど、今日は一人もいない。やったね。ミキちゃん歩いて。超映えてる。あ、かわいい。でね、これ鉄道。琵琶湖疎水といって、琵琶湖から京都に水を引き入れている琵琶湖疎水のなんかを使って。なんかを使ってなんかしてた鉄道だな。そうそう。あ、これやってみよう。昔の風景が見える。うんうん、そうそうそう。こうやって、ほれ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 。あ、これ今走ってんの？そうそうそう、走ってんの。あ、こっちはほい、下ってくよ。ほれほれほれ。おお。じゃあ次はこの下をちょっと見ていきましょう。はい、下に何がある。はい、どうぞあちら呼んでください。あれね、なんて書いてあるの。あ、有感基礎、反対から読むのか、うん、でこれはね、ねじりまんぽっていうところで、さっきからさ、ねじりまんぼう、ねじりまんぼうって俺は聞こえたんだけど、違う、ねじりまんぽ、まんぼうじゃないよ。あの、海泳ぐまんぼうがねじれてるのかなと思ったんだけど、まんぼうじゃないよ、はい、じゃあ行ってみよう。レンガがこうねじれてるの。ねじれてる。おお、なんかおかしくないぞこれ。なんかこう時空の空間がおかしく、タイムスリップじゃないけど、おかしくないぞこれ。出たらどこ行くのこれ。どこ行くんだろう。どこ行くの。トンネル抜けただけだった。重みに耐えられるようにね、わざとこうねじれてるらしいよ。船通るでな。そうそう、水路があるでな。見て、紅葉が始まってる。本当だ。ほら、これもそうだ。不思議だ。あれ結構進んでる。本当だ、これ結構進んでる。さすが京都やげ。はい、では南禅寺到着しました。まず水路閣という映えスポットに行きましょう。はい、やってきましたよ。こちらはなんかテレビで見たことないですかね。サスペンスドラマで見ます。そう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 。刑事がここで犯人について語るわけですよ、ここで。ああ、なるほど。あいつが犯人だと思う。あとね、あの辺歩いて、そんな感じですね。本当に琵琶湖の水が流れてるんだね。だから上行くと見れるよ、水が流れてるところ。じゃあ行きましょうか。階段登ってかないかんけど。何かご不満が。はい、ということで階段登っておりますが、何かご感想は。いや、余裕っす。余裕っち。おお、流れております。この水が琵琶湖から京都に行ってるわけですね。そうです。落ちる人とかいないのかな。いないことはないかもしれない。この階段結構急だよ。ようやく南禅寺に到着しました。南禅寺のこちらが三門です。日本三大三門の三門です。三大三門の三門。なんのこっちゃ。めっちゃでかいよこれ。めっちゃでかいね、すごいね、うん、高さ22メートルらしいよ。へえ。この三門の上からね、石川五右衛門がこの桜を見てね、絶景かな絶景かなって言ったんだよ。ここに一面桜が咲くわけですね。そう、これが全部ピンクだったらめちゃ綺麗だね、本当に。いや、これでもモミジじゃない。私すっかり桜だと思い込んでましたけど。あれ、桜はどこに咲くんだろう。桜を見て絶景かな絶景かなって言うんじゃなかったっけ。あー、見て、モミジの花、ほれ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 。え、モミジの花ってあるんだ。これそうでしょ、ピンピンって生えてんの。うんうんうん。お線香は売ってるの。いくらでもいいんだ。お気持ち入れてくださいってことですね。じゃあ私お気持ち入れます。内緒の金額。お願いします。でね、ここ天井の竜ってあるんですが、この上にね、竜がいるんですよ。どうなんですか、見えてるんですか。私には見えておりません。おりません。どれが竜。竜はいません。いや、いるじゃん。目はわかるけど、まあ逆さまになってますね。あの、ひげがこっち側におります。で、竜の体はどこに行ってるの。右の方の月と雲みたいな、あのカタツムリみたいなマークのあっちが体ですね。顔以外が暗くてさ、なんか全然見えないんで、ちょっと眼鏡かけ。メガネ角。ああ、分かった。分かりました。分かりました。竜は見えます。よかったですね。南禅寺さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今13時25分、もうお昼なので、これからお昼ご飯にしたいと思います。はい、お昼ご飯はおしゃれな店行って、テラス席でミキちゃんと一緒にオープンサンドを食べたいと思います。珍しくおしゃれなお店なんですね。いつもです。いやいやいや。17キロ39分で着きます。はい、では安全運転でお願いします。はい。
れ様でした。あー、かわいい店。 OK です、着きました。こちらオープンサンドの店小麦さんに到着しました。ここではね、ワンちゃんと一緒にテラス席でオープンサンド食べていたりするので、ちょっと行ってみましょう。はい、ということでですね、小麦さんのテラス席に来ております。はい、すいません、ありがとうございます。なんてお名前ですか？ミッキーちゃんです。ミッキーちゃん後でお写真撮らせてもらってます。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。私はスイートチリソース、鶏肉といちごのホイップです。豚しゃぶサラダパインホイップです。じゃあいただきます。いただきます。豚しゃぶ、うまっ。うん、おいしい。チリソースがいい感じ。そんなに高くないんだよね。380円とか400円じゃない？400円。まあ、お腹空いてたんでいいです。いいね、日陰でさ、こうやってミッキーちゃんと一緒に食べれるなんて。ランチもあるからね、ここね。ハンバーグセットとビーフシチューセット、1000円と1100円ですね。ちょうどお手頃価格でいいよね。ん？これももしかして挟むのか。じゃあこうやって挟んでいただきます。これがパインホイップです。昔のパインパンを思い出す懐かしい味です。パインパンって何？コッペパンの中にクリームとパイナップルのちっちゃい粒が入ってるやつ。食べたことないと思う。昭和から人気の給食パン、フジパン株式会社、男女問わず人気のパインパン。みんなが知ってるパインパンの味がしました。誰もが知ってるパインパンの味がしました。ここにミキちゃんいまちゅけど、ミキちゃんのご飯がありまちゅ。ミキちゃんちょっとおちょわりして。はい、どうぞ。ちょっと多いですね、量がね、これはね。どうしよう、今日の晩ご飯いらないかもしれない。ミキちゃん、ちょっと休憩したら？かわいそうじゃん。こんなん今取り上げたらかわいそうだよね。おじいちゃんお茶まできた。よし、よかったな。